はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日は少しね、違った趣旨の動画を上げさせてもらいたいというふうに思います。で、サムネにもあった通り、ゴブリンからの挑戦状リターンズ。これ皆さんやられましたか？私もね、YouTuber の12名の一人として参加させてもらったんですけども、本当に今回、いろんなね、YouTuber の方が参加されていて、実は私ね、このすべての方の動画っていうのを、ちゃんとね、全部見られてなかったんですよ、これまで。ただ、こう参加させてもらったことでね、自分も今、YouTuber の端くれの、視点としてね、どんな風な皆さん動画上げてんのかなって見させてもらったんですね。したら、本当ね、皆さん動画の趣旨だったりとか、あとは対象とするタウンホール帯だったりとか、こう、オリジナリティに富んでいて、で、私もね、もっと早くね、こういうことを知ってれば、自分もね、自分にもっと合ったチャンネルっていうのを、こう、早くから見つけて、そこからね、いろんなことをこの、学んでこれたんじゃないかなっていうふうに、ほんとしみじみと思いました。で、改めてそこで思ったのが、もしかしたらね、皆さんも、今回ゴブリンからの挑戦状、応募するためだけにね、パッと動画を見て、で、中身ってね、他の動画とか、この人どんな動画を上げてんのかなとかね、見てなかったんじゃないのかなっていう風に思ったんですね。おそらくね、全員の動画を隅々までこう見た方ってあんまりいないと思うんですよ。なんで、今回ね、私が、この参加 YouTuber の皆さんの動画を見て気づいたことっていうのを、ぜひね、共有させてもらいたいと思って、動画を作りました。でね、ぜひ皆さん、自分に合ったね、YouTuber っていうのを、この中から、限定的な、YouTuber でね、もっともっとたくさん YouTuber の方いらっしゃるんですけども、あくまで今回は、この企画の、参加 YouTuber の中からね、ぜひ、お気に入りのね、YouTuber を見つけてもらって、どんどんね、そこからこう、いろんなことを学んで、クラクラをね、盛り上げて、もっとね、皆さん自身も楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思って、作成いたしましたんで、ぜひね、ちょっと長いですけども、お付き合いいただければというふうに思います。では、行ってみましょう。はい。で、まず最初はドズルさんですね。で、この方はね、もう言わずと知れたレジェンドなんで、ご説明差し上げるまでもないかもしれないんですけども、人気のね、アップロード動画なんか見ると、もう100万回超えの動画がもうゴロゴロあるようなね、もうすごい人気の YouTuber です。で、クラクラもね、以前よりは少し頻度が落ちたかなという、印象は受けるんですが、それでも毎日こうアップしてくださってまして、私もいつもそれ、拝見してるんですが、内容は主にアップデートの解説だったり、あとは企画系が中心なのかなというふうに思います。で、ご本人もおっしゃってましたが、戦術をね、コテコテにこう解説するっていうよりは、雑談なんかをね、交えながらまったりした感じの動画を撮っていきたいっていうふうな、ことでしたんで、これからもね、そういう感じの動画が多く、上がっていくのかなというふうに思います。で、内容に関してなんですけども、ドズルさんの何よりのすごいところは、情報量がまず豊富なことに加えて、それをね、すごいわかりやすい言葉で、初心者でもね、理解できる風にこう噛み砕いて説明してくれるっていうところが、すごい、私はいいなと思っているポイントです。で、得てしてね、結構専門用語が飛び交いがちなね、このクラクラの界隈で、こういうね、すごい、万人に、適するような動画っていうのは、あんまりないかなっていう印象がありますね。で、それプラスね、たまにこう話してくれる、ご本人のこともね、結構面白かったりしますんで、注目してもらえたらと思うんですけども、私の、ドズルさんのチャンネルの見方っていうのは、クラクラだけではなくね、クラロワだったり、ブロスタっていう、スパセール全体のね、そのゲームのトレンドっていうのが、ドズルさんの動画でこう一挙にわかりますので、そういう意味でね、私いつも見させてもらっているのと、あと、公式さんじゃね、なかなかできないような、その楽しみ方の提案、これはもう本当ご覧いただくのが一番だと思うんですけども、そういうのもね、いろんなこう企画を考えてやってくださっているっていうのが、すごい刺激的で、あ、こういう楽しみ方もあるんだとかね、あ、自分はこういう風にやってみたら面白いなっていう、そういうヒントをね、いっぱいもらえますんで、もしまだチェックしてない方がいらっしゃったら、ぜひチェックした方がいいんじゃないかなという風に思います。はい。で、続いては、ケイスケさんですね。こちらもかなり有名な、YouTuber の方なんですけども、スパセルがドズルさんなら、クラクラはケイスケさんっていう、私、イメージでおりますね。で、内容はね、まず、アップデートの速報が非常に早いです。開発ビルダーをね、公式さんからこう、譲り受けてっていうのかな、受け取って、それで、アップデートの後にね、どういう環境が来るのかっていうことを、いち早くこう、発信してくださったり、あとは、面白いね、企画系の動画がいっぱいあります。で、それを毎日こう、公式
心してくれてるっていう感じですね。やっぱり印象的なのは、まあ見てる方はわかると思うんですけども、冒頭のポーっていうのがね、どうも一回聞いたら耳に残っちゃって、もうこれが離れないですね。もうそれにもうやられてるうちの一人に私もいるんですけども。で、まあ、クラクラメインの YouTuber の中では一番再生回数が多いのがケイスケさんだというふうに思います。で、面白いだけじゃなくてね、この ESL とか、やっぱりそういう世界的なね、大きな大会の生放送を日本で任されるっていうところからしても、クラクラをね、代表する YouTuber の一人なんじゃないかっていうことがよくわかります。で、私の、まあ、ケイスケさんの動画の見方なんですが、まずはね、クラクラ全体のトレンドを抑えるっていう意味では、まあ、それ、まず、ケイスケさんの動画、すごい、情報が、豊富で、勉強になりますし、かつね、ネタ動画がまず面白いだけじゃなくって、実践でも参考になるんですよ、ヒントとして。まあ、例えば、ネクロ大量に出しましたとか、ライドラを大量に使ってみましたみたいなね、そういうネタっぽい動画でも、まあ、実際やろうと思ったら、ちょっとなんか、めんどくさいなと思ってやんないじゃないですか。でも、それをケイスケさんがやってくれるんで、まず面白いんですけど、じゃあライドララッシュしたらどうなんのとかね、ネクロラッシュしたらこれってどうなんのっていうような、その攻撃の戦術のヒントがね、そこにいっぱい入っているんで、まずね、勉強になることもあるということでね、もしまだの方がいてね、クラクラやっててまだの方がいたら、やっぱりチェックしてもらいたい、すごいね、特徴のあるチャンネルなんで、面白いんじゃないかなというふうに私は思ってます。あとね、芸人さんでもあるんで、エンターテインメント性もね、やっぱりこのチャンネル全体にこう散りばめられていて、そこもすごい面白いんで、楽しいチャンネルかなっていうふうに思います。はい、で、続きましては、ジョニーさんですね。プレイヤー名はジョーカーさんなんですけども、前回解説動画ならジョニーさんかなって私は思ってます。そういうね、解説系とチャンネルでは多分、登録者数ナンバーワンじゃないかと。で、毎日更新してくださっていて、内容はタウンホール12のね、前回解説が中心なんですが、まあ、11も、時たま猫を挙げてくださることと、12の前回戦術っていうのは、結構11にこう共通する部分が多いんで、11、12の方っていうのはね、ジョニーさんの動画から得るものがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱりね、前回戦術のそのリプ数がめちゃくちゃ豊富ですね。で、それが日本のクランだけではなくて、海外のクランで流行っている戦術なんかの情報っていうのも、いち早くね、こう動画にしてくださいますんで、もう高タウンホール帯の、まあ、世界のね、戦術トレンドっていうのがもうこの動画でわかると言っても過言ではないぐらいだというふうに、思います。で、さらに、自分でね、この戦術のポイントはこうだとか、この戦術の要素ってこういう風に考えればもっと応用が効くなとか、いうね、気づきができる人は、もう得るものがものすごい多いチャンネルです。で、かつ、アップデートの速報、これもやっぱり早いんですよ。で、ケイスケさんがね、皆さんにこう、万人にわかるような言葉に噛み砕いて説明してくれるのに対して、ジョニーさんは、高タウンホールの対戦ガチ勢のね、目線で、この、環境変化が、こういうね、流行りの、変化を生むよとか、これからこういう戦術が流行るんで、抑えといた方がいいよとかね、そういう、情報っていうのもね、すごい深い考察を持って提供してくれるんで、まあ、繰り返しになりますが、タウンホール帯が高い方で、対戦をね、ガチでやりたいっていう方に関しては、特に、このジョニーさんの、動画、参考にいっぱいになりますんでね、まだの方がいらっしゃら、ぜひ、チェックしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、続きましては、COC ニコニコルームさんですね。まさきさんの、チャンネルです。で、こちらは打って変わってね、対戦とかリーグとか、まあ、日々のそういう場面をね、生配信してくれるあのチャンネルだというふうに私認識してまして、で、なんでね、対戦のあのタウンホール帯っていうのも9から12までこう幅広いのでね、いろんなあのレベルの方が見て楽しめるチャンネルなんじゃないかなっていうふうに思います。で、生配信ってね、得てしてその頻度が下がりがちなんですけども、ニコニコルームさんの場合には、まあ、大体週に3本ぐらいね、アップしてくれて、結構ね、内容的にボリューミーだと思いますね。で、視聴者一体でね、こう楽しめるような環境を作ってくれるっていうのも特徴で、チャットなんかにね、こう投げると、それをちゃんとね、マスキさんがこう拾ってくれて返してくれるとかね、そういうあのコミュニケーションが取れるっていう。で、まあ言いながら私はね、結構シャイなんで、見させてもらってる際にも、なかなかチャットができなくてね、見てるだけの傍観者になっちゃったりしてるんですけども、すいませんが。そういう風にね、みんなでワイワイ同じ時間を共有したりとか、
まあ、この界隈にね、知り合いを作りたいよなんていう方にとっては、まあ、すごいね、うってつけの場を、提供してくれる、まあ、そんなチャンネルなんじゃないかなっていうふうに思っております。で、かつね、確か前にご本人がおっしゃってた気がするんですが、これからまたね、いろんな解説系の動画も上げていきたいよというふうに確か。で、記憶に新しいのは、今回4月のアップデートで、ホグライダーがね、レベル上限が上がったじゃないですか。で、この上がったレベルが、その攻めにどう影響するかっていうね、検証系の動画を、やってくれたりして、これ結構ね、ご覧になった方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。すごいね、参考になる検証だったんで、もしまだの人は見てもらいたいですし、まあ、こういう形でね、これからも動画の投稿を続けてくださると思いますので、ぜひぜひね、まだご覧になったことない方は、この機会に一度チェックしてもらえたらいいかなというふうに思っております。はい、続いてはあやパパさんのチャンネルですね。で、こちらもね、生配信が中心なんですが、大会系が多いです。例えば、クラッシュネクストや、CWC とかですね。で、私もね、先日、クラッシュネクストで、あやパパさんに実況してもらったんですけども、何日にてね、後で見たんですが、親近感が湧きますね。いろんなところをこう拾ってくれて、コメントだったりね、攻め方だったりとかも。で、どっちに偏るっていうわけでもなくて、すごいフェアな視線でね、距離感の近い実況もしてくれますんで、試合が終わった後見ても楽しめる、まあ、そういう動画でした。で、トップクラスのね、やっぱりガチ対戦が見られるチャンネルっていうだけで、もうすごい貴重だなというふうに思いますね。で、それで週2、3回のアップをしてくださると。で、まあ、このね、クラクラっていうゲームの楽しみ方の一つとして、まあ、大会をね、勝ち上がっていくみんなでこう協力してね、っていうのもあると思うんですけども、その大会のレベル感っていうのを知れたり、あとはね、やっぱりもう e スポーツとして、お互いのね、2つのクランがもう、しのぎを削る、まあ、そういう熱い勝負をね、見れるっていうだけでも、あやパパさんのチャンネルに お世話になる、機会っていうのはね、すごいあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ただまあ大会がメインなので、タウンホール隊っていうのはね、まあ、10から12っていうところに割と集中してるのかなというふうに思います。まあそうは言ってもね、結構まあ10から12の人ってプレイヤー多いと思いますし、タウンホール10なんていうのはね、今9の方にとってもこれから歩んでいく道になりますんでね、ぜひぜひそういうね、日本のガチクランの戦いっていうのをもう見たい。そういうね、思いがある方っていうのは、もうあやパパさんのチャンネル、うってつけだと思いますんでね、ぜひ、チェックしてもらえたらいいんじゃないかな、というふうに思います。はい、で、次は COCYM チャンネルさん、YM さんですね。で、こちらは、前回動画のね、解説がメインです。で、タウンホール隊っていうのが、タウンホール9っていうのがね、すごい珍しいなっていうふうに思っていて、まあ、一部10もあるんですけども、この中で、細かいね、プランニングの解説っていうのを、まあ、すごい丁寧にしてくれるチャンネルですんで、プランニングを学びたいっていう方は、もうぜひね、うってつけなんでご覧いただく方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、動画の更新頻度は、まあ、大体週に5本ぐらいかなと思います。ただね、本当に動画の質が高くって、うまいんですねだけじゃ終わらないんですよね。ポイントに関しては、一旦こうね、動画を止めて、画面上にね、こう丸とかね、矢印とかを書いてくれながら、ここをこういう風に攻める意図がありますよとか、こういう風にしないようにこうやってるんですよとかね、いうプランの裏の裏に隠された、そのホワイのところ、なぜっていうところをね、きっちりと解説してくれるんで、特にね、クラクラを始めて、また間もないね、初心者の方だったり、中級の方っていうのは、ものすごいね、その考え方、なんでこうやるんだろうっていう、その部分がめちゃくちゃよくわかるので、もうぜひね、チェックしながら、いろんなね、発想やアイデア、あとは、このゲームのね、コンセプトっていうのを、よくね、このチャンネルで学んでもらえたら、一気にね、レベルが上がって上手くなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、私自身もね、タウンホール12なんですけども、やっぱりね、10とか9レベルの、動画っていうのは、見ていて全く得るものがないかっていうとそうではなくて、基本的な考え方っていうのはどうも同じなんですよね。なんで、まだね、基本が十分身につかないのに、結構タウンホールが実は高くなっちゃって、同格前回なかなか取れないんですよとかね、いう方は、当然自分のタウンホール帯に合った動画を見るのもいいと思いますし、かつね、並行して、こういう、プランニングの基礎をね、しっかり、説明してくれる動画っていうのを見ていくと、非常にね、上達が早くなるんじゃないかというふうに思いますので、今ね、説明した中で当てはまるなっていう部分がある方は、
おすすめですんで、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、では次はまおまおチャンネルさんですね。でこちらもね、前回動画の紹介が、中心のチャンネルかというふうに思います。でタウンホール隊に関しては、10から、ね、12まで割とこう幅広くね、動画を扱ってくださっていて、で一時期ねこう生配信中心っていう時期もあったんですけども、最近は何かしらこうテーマをね決めて、そのテーマに沿った動画っていうのもねギュッとこの短い時間に短縮して、送ってくださってます。で、とにかくね、私の思う、真央さんのチャンネルの特徴っていうのは、実況がいいんですよね。トーンやテンポがすごいいいので、サク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 ね、いろんな動画を、攻めをね、ガンガンこう見ることができるということで、私も結構夜なんかね、お酒を片手に、真央さんのチャンネルをこうね、ぼーっとこう見させてもらいながら、ああ、なるほど、こういう展開あるんだなとか、ああ、こういうプレイヤーなんかいらっしゃるんだなとかね、勉強させてもらってます。で、先ほどね、紹介したジョニーさんの動画と、まあ、比べた時の話をすると、ジョニーさんの方がね、若干タウンホール帯が高いかなっていう気がしますね。真央さんの方が少し幅が広いっていうのかな。12っていう、まあ、一番ハイクラスの、タウンホールの動画もあるんですけども、10ぐらいからね、こう配信してくれているっていうところが、幅広いプレイヤーの方にね、ハイレベルな、全開リプレイをお届けできるという点において、特徴的なのかな、というふうに思います。で、私もね、ジョニーさんの動画に出会う前は、真央さんの動画でね、たくさん、そのトッププレイヤーの全開っていうのをね、こう、勉強させてもらってました。本当にね、日本のかなり有名なプレイヤーの方とかの動画がいっぱい出てきますんでね、そういった形で、いろんな、動画をね、どんどんいっぱい見たいよっていう方にとっては、まおまおチャンネルさん、すごいね、魅力的な、チャンネルじゃないかなっていうふうに思いますんで、もしまだチェックされてない方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、で、次はね、あかねとあおいのクラクラ実況さんですね。でこちらは実況とありますけども、中身はね本当に濃いね解説動画ですね。で、タウンホール隊は10がモーモかなというふうに思います。でご覧の通りボーカルの実況をされてますんで、そのためにね、言葉っていうのが本当に選ばれてるんですよね。喋りでない分しっかり考えられた文章をボーカロイドが声に乗せて、かつそれを字幕でも届けてくれるので、目と耳からね情報がスッと入ってくる、まあ、そういうねすごいチャンネルだなっていう風に思ってます。で、皆さんご存知の通りね、赤根式ってありますよね。あれ確かね発信源はこのチャンネルだったんじゃないかなと思っていて、まあ、そういうねすごい戦術なんかもこういうとこから出てくるっていう、このね、赤根と葵の、クラクラ実況チャンネルさんの発信力ですよね、が本当にねやっぱり目を見張るものがあって、私も、ずっと見させてもらってます。ただずっとと言っときながら、実は私ね最初これ拝見した時に実はちょっとボーカロイドに抵抗があったんですよね。なんとなくねとつけにくかったというか、距離感を自分との距離感感じちゃったんですけども、でもねそういう方いると思うんですよ、私以外にも。だけどそういう人こそね、まず一回ご覧になっていただきたいですね。いただくと、もうそういうボーカロイド云々っていうねこと以上に、もうとにかくこのね動画の内容の濃さに圧倒されます。で見ていくうちにね、あかねちゃんとあおいちゃんもねだんだんこう可愛くなってくるんですよね。でまあどんどんのめり込んでいくという話なんですけども、ねいろんな最近の皆さんが抱えてそんな悩みに対して、しっかりね分析をされた上での、噛み砕いた実況動画っていうのがね、解説動画かなっていうのがこのボーカロイドの声に乗せてこう提供されてきますんで、本当にね一回見たら次のアップデートがね楽しみになる、アップロードかな、楽しみになる、そういうチャンネルですね。でご本人もおっしゃってましたが、まあ、数より質ということでね、やっぱり更新頻度は週に1回程度の代わりにすごい内容が濃いと、まあ、そういうチャンネルになっているんじゃないかなというふうに思います。はい、で続いては、ゆるゆるチャンネルガジェミツさんですね。でタウンホール9のねこちら解説動画がメインで、だいたい週に1回
回か2回ぐらいの頻度でアップされてるというふうに思います。で、特徴なんですけども、まずタンホール9っていうところがね1個特徴的ですね。あの YM チャンネルさんもそうだったんですけども、9のね、解説動画って実はあんまりやってるチャンネルが多くなくてね、で探すのが大変っていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ぜひねそういう方はまず、このガジェミツさんあのご覧いただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つ、重要な特徴っていうのがプランニングをね本当にしっかり解説してくれるんですよね。あの今画面にも映ってるかもしれないですけども、YM さんもかなりあの丁寧にねこう攻めを途中でこう止めながらね、解説してくれてますけども、ガジェミスさんもう本当に攻める前のねどういうプランでこの村を攻めたのかっていうその考え方だったりっていうのをすごい時間取ってね説明してくれます。ここまでね丁寧にやってくれるチャンネルって多分そうないんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、特にね、初心者の方なんかは、まず、あの、ガジェミスさんのね、チャンネルを見てですね、そこから、まあ、クラクラの基本ってどういうところなのかなっていうのを、よくね、学んでもらえると、その後のステップアップがね、非常に、こう、早くなるんじゃないかな、というふうに思いますね。で、見ていてわかる通り、ガジェミスさん自身がね、結構な、あの、腕を持った方なので、その方がね、こういう、噛み砕かれた、あの、かつ、あの、丁寧なね、実況動画をしてくれてっていうのは本当にねタウンホール9とかまたはこれから10始めようぐらいのねレベルの方、まあ9以下もそうかな、あのためになること間違いなしですんで、まだねクラクラ始めて間もないよという方、まずはねこのチャンネル一度ご覧いただいて、そこからたくさん学んでもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いては、あやせチャンネルさんですね。もうこちらも結構ね、有名なチャンネルだというふうに思うんですけども、ジョニーさんと並ぶね、高タウンホールの全開動画解説チャンネルというふうになってまして、で、タウンホール隊は12がメインかなというふうに思います。でね、あやせさん自身がもう日本トップクラスのね、凄腕プレイヤーなので、その考え方が本当参考になるんですよ。例えば、なんでね、この配置にこういう攻め方をしたのとか、今こういう戦術がすごい強いっていうのは、今こういう環境にこのゲームがあるからだとかね、いうね、その洞察がね、本当に深い洞察の上での解説っていうのが、してもらえるんでね、非常に参考になりますね。で、綾瀬さん自身が、クイヒーとかね、あと、ラバル系の戦術っていうのが結構うまい印象が私あって、だからかな、かもしれないんですけども、どうもね、私はクイヒーや空系の、動画がね、綾瀬のチャンネルって多いんじゃないかなっていう風な印象を持ってますね。特にそういうところを私はこのチャンネルから学ばせてもらってます。で、アップはね、週に3回ぐらいかなという風に思います。大体ですけどね。で、もう一個ね、あやせさんのチャンネル、おすすめのポイントっていうのは、自分でね、その動画を見て、あ、ここすごいなとか、あ、これ、俺も使えるな、私も使えるなとかね、いうふうに気がつける人っていうのは、動画の数も結構いっぱい、送ってくれますんで、そこがね、すごい参考になると思いますね。なので、高タウンホール帯の上級者の方にとっては、本当に、ためになる点がいっぱいあるチャンネルだというふうに思います。で、あと、最後にね、もう一個、マシュマロのコーナーっていうのがありまして、これはね、リスナー、まあ、ビューワーかなが、あやせさんにこう、質問をして、それにあやせさんが回答してくれるんですけども、それが結構ね、取り上げられる質問っていうのが、ああ、なるほど、確かになっていう質問なんですよ。クラクラのね、ちょっとここ聞きたいんだけど、みたいな、そういうポイント。これもね、ほんと参考になりますんで、皆さんね、動画もしご覧になられる際には、最後まで動画をね、通して見てもらえたらね、このマシュマロコーナーもちゃんと見れますんで、よりね、深まるんじゃないかなというふうに思います。はい、では一番最後ですね。一応言っときましょうか。自分ですね。俺みたいな。恥ずかしいんですけども、まあ、あえて言うと、私の動画ね、タウンホール9から12を広く、まあ、カバーするように意識してます。で、やり方っていうのは全開をね、取るのに重要な、まあ、考え方にね、一個一個の動画でこう、フォーカスを当てていきたいというふうに思っていて、で、全開だけではなくね、この失敗っていうのもやっぱり全開につながる、すごい重要な要素だと思うんですよね。なんで、そういうところもね、暗めには申し訳ないんですが、動画にこう使わせてもらいながら、紹介していきます。で、まあ、戦術そのものの紹介というよりは、まあ、それをね、どう使えばいいのかっていう、まあ、プランニングの考え方ですね。そこをお伝えしていきたいチャンネルに、なればいいなというふうに思ってますんで、
まあね、いろんな、前回の戦術っていうのが、これまでのチャンネルでたくさん、見られたと思いますけども、まあ、それとね、ちょっと別の切り口で、その中のある一部分にね、こう、スポットを当てたような、まあ、そういうね、小技的な動画が、欲しいなっていう方は、まあ、ぜひね、ご覧いただけたら、ありがたいかなというふうに思います。ちょっとなんか自分で自分のね、紹介をここでするのは少し、こう、いやらしい感じがするんですけども、まあ、なんで少し短めで、いきたいと思いますので、まあ、そんなところで、ございます。はい、では、本日の動画は以上となりますが、どうでしょう皆さん、いい自分に合う YouTuber 見つかりましたかね。最後に、今のね、説明の、まあ、概要というか一覧をまとめておきましたんで、改めてね、こう振り返ってもらえたらというふうに思います。で、まあ、私もね、このゲーム本当始めてもう5年かな、それぐらい経つんですけども、まあ、まだまだね、やりきれてないことあるし、楽しみたい楽しみ方もいっぱいあるなというふうに思っていて、まあ、奥深いな、なんて、感じてるんですけども、まあ、そういうね、個々皆さんそれぞれ、楽しみ方って違うと思うんですよ。まあ、当然違うんですけども、まあ、それをね、さらにもっと奥深くね、幅を広げて楽しくしてくれるのが、まあ、こういう、情報発信をね、してくれる方々だというふうに思ってますんで、まあ、本日のね、動画の中で、もしなんか皆さんの、気づきみたいなものがね、生まれたんだったら、本当にこれは嬉しいなというふうに思います。ぜひね、これからも一緒に、このゲーム楽しんでいきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい。というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。バイバイ。